よしです。ドラクエ前回の続きからやってこう。で、どこ行けばいいんだろう。この下の方にさ、ピンク色のヒントくれる人いるんで、とりあえず、そこ行って、なんで聖地ラムダみたいなとこ行きそうだね。この先の道を塞いでいた黄金の氷山崖、シケスビア雪原やゼーランダさんの方にも歩いて行けるようになってそうだ。もしお前がラムダを目指すなら、ここから町の外に出て南東へ歩いて行くわよ。はい。どうしようかな。聖地ラムダ行くまでは早送りかかっとしようか。お、またなんか始まった。今ね、聖地ラムダ向かってたんだよね。あ、ちなみにさっきまでモンストニュース見てました。はい、終わります。何やら、まがまがしい気配がする。周囲に気をつけろ。はい。下がれ。これ当てます。雪崩が来ます。まあ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 、予想通りちゃ予想通りやったね。あ、ほら、なだれじゃないね。氷国の湖の氷が砕かれ、我は長き封印から解き放たれた。だが長い間封印されたせいで、思うように力が出ぬ。これ仲間敵？我が名はオドラ。貴様らの命を我が糧として、あ、敵じゃん！え、でもなんか仲間、いや、違うか、わかんないな。いきなり来たね。マリュー、ネドラ。うわ、待って、これいきなりか。マルティナより、あ、待って。これマルティナのこれいいんじゃない？これ、見て。ムーンサルト。敵一体に宙返り。飛んでいる敵に威力を発揮する。これ使おうかな。ただ、シューのドラゴン切りもいいんだよね。シュー、こいつ絶対ドラゴンでしょ。どうしよう。シュー出しとくか。なぜなら今ね、シルビアとローがゾーン入ってんだよね。なんで、これシューがゾーン入ればいいダメージ出ると思うんだよ。で、マルティナとシュー。メラハリケーンいいか。とりあえず戦うで、シューがドラゴン切りでいいダメージ出んじゃん。一回やってみようか。ドラゴン切りの敵に威力を発揮する。竜殺しの剣。で、シルビアが無難にバイキルトをグレイグにかけて、ローがルカニで。これ結構鉄板だよね。で、これが全身全霊切り。オッケー、いけ。あー、でも言っても104か。オッケー、オッケー、下げた。これ決まるときとね、決まんないときあるからね、ルカニ。いや、待って。よし、って。やばい、グレイグ、頼む、グレイグ。よし、グレイグはね、結構攻撃多いんだからね。うわ、やばい、ダメージでかっ。やばい。うわ、強い、800。これ何がやばいかっていうと、回復要員の2人が転んでんだよ。やっべ。これワンチャン負けんな。いや、シルビア死ぬかもしんない。いや、どうしよう。いや、もったいないけど、防御しよう。一回防御します。やべえな。そう、この二人ね、ちょうど転んじゃったよ。オッケー。この転ぶやつは一旦回復だからね。一旦回復。さあ、何してくる？誰に？やっべえ、終身だ。やっべえ、状態異常系か、こいつ。うわ、マジ？だ、800ダメージ、いいダメージ与えてんだよね、シューが。神一回も戦闘出してないな。これ行こう。飛んでいる敵。で、シルビアが安定の発する。いや。シルビア突っ込んどっか。これ突っ込みで直せる。いいね。で、状態異常多いな。で、ベホマラー使って、オッケー。わ、強い強い強い !312、そう考えると、シュー弱っ。シュー弱っ。シューのドラゴン切り102だっけ ?100 どれぐらいだもんね。いいね。マルティネやっぱ強いよね。なんだこれ。闇の。うわ、強っ。ドルモア誰に来る？うわ、まあまあまあ、オッケー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 。いや、守備力戻るの早いな。で、これ使って、シルビアのハッスルダンスで生き切るでしょ。ハッスルダンスして、ルカに。早っ！こんな早くルカに切れたの初めてだな。で、全身全霊切り。ただ足は遅いんだよね、こいつ。ドラゴンだから若干足速そうな顔してんだけど。ナイス。いいね、いいね。攻撃力がかなりでかい。いや、これ負けたくないな。ただ、シュー死んだの痛いな。シューいないとね、連携技が取れないんだよ、全然。よし！よわー！くっそ！くっそ！お前ら何やってんだよ！やばい。これやばいっす。何がやばいかっていうと、あ、オッケー、ローちゃん帰ってきたのでかい。マルティナが、無難にムーンサルト。で、ローが、
グランドクロスより普通に回復優先した方がいいよね。ベホマラ使ってグレイグ全身全霊切りで。グレイグまだ攻撃力が確か上がってるはずなんだよね。うん、いいね。満タン近くまでは持ってきてないけど、満タン近くまでは持ってきてる。オッケー。いい、これいいダメージ。ルカに下げてからのね、バイキルトでかなりいいダメージさっき出たんだけどな。そうか、グレイグなんかドラゴン殺しの剣持ってんじゃないこれ。グレイグのさ、剣の先っぽ見てくれるとわかると思うんだけど、あれがついてんですよ。なんかドラゴンっぽいマークが。お前らちょ、お前ら状態上効きすぎだろ。これワンチャン負けます。ワンチャン負けます。負けんな、これ。ちょっと、どうしよう。ただ、ムーンサルトして倒せないかな。で、気持ち悪いな、お前ら3人。気持ち悪いわ。いや、シルビアやられたの痛いな。これ死ぬな。だよね。ちょ、道具ないとやばいな。これ、神出そうか。神デビュー戦。神出して、マルティナのムーンサルトで、神、あ、ミスった。神あれ命令にしないのか。お前ら2人気持ち悪いぞ。寝ろ。お、寝んのかよ。寝んのかよ。寝んのかよ。お前寝んのか、その図体してて。これ、痺れ直す道具持ってないっすよ。ミスったな、道具不足だ。いやー、ミスったる。ミスったる。入れ替え、作戦で、命令させろにして、戦うで、マルティナムーンサルトで、神は神なんか覚えてない？あ、これじゃん。毒や麻痺の敵。毒や麻痺？ダメか。待ってね、呪文覚えてる？これでいっか、ジバリか。いや、お前気持ち悪い2人、早くさ治ってくれよ。うわ、やべ、これ攻撃してくる。オッケーオッケーオッケー、ナイス、いい、やっとやっと。うわ、これシューいたらな、連携技いけたんだけど。マルティナ無難にムーンサルトで、これ寝るの激アツだね。これ攻撃力ちょっとやばいけど、寝ることかけていこう。オッケー。うわ、当たんないのか、ジバリか。今偶然当たんなかったのかな。当たんない系ドラゴンかな。寝ろ。いや、マジこいつ眠り耐性弱い。うわ、神めっちゃ強い。神今まで活躍の、お前起きんの早すぎんだろ。起きんの早すぎんだろ。神今まで全然活躍しなかったんだけど、うわ、お、連携できんじゃん。敵一体に練り込んだ暗黒の陶器はな、置いても元気。マルティナこれ使おうか。魔刀炎武。魔刀炎武使って、神が、神これよく寝るな、相手。で、ルカに頼む、下がって防御。で、グレイグ全身全霊切りで。いや、勝ちたい。いや、これミス当たんないタイプだね、きっと。スキップしよう。弱いや、グレイグが強いんだけどな。よし、下がった、下げた。いや、待って、神が異常に強い、ここ。やった、これいける、神のおかげで勝て、お、早い、早いんだって、だからお前起きんの。これ神いなかったら確実に負けてた。まあ、まだ勝てるか分かんないんだけど。で、攻撃呪文言っとく？これありだな。敵一体を眠りに誘う。こいつ多分寝やすいんだと思う。あー難しい。あー、これさ、ローが寝た場合の考えて癒しなめ使っとくか。うん、これで。そうだね、これ当たんないな、ジバリか。いいね、ルカにしてるからいいダメージ。これ倒したんじゃない？よっきゃ、危ねえ危ねえ。ちょ、道具で今度から巻き直しとかちゃんと持たせとこうか。じゃないと結構厳しい。今、麻痺を対応できんのがシルビアの突っ込みしかいないんだよね。こいつやっぱ敵かな。この強さ、あるか昔に合間見た勇者老師を思い出すわ。だが所詮は人間。あ、は、おい、大丈夫かマルティナ。ご分かった、ラフレシアのしびれ粉的な感じ。なんだ、体が動かねえ。己の無力さをあの世で悔やむがよい。貴様らの命食らい尽くしてくれ。やっぱ敵か。なんか一瞬なんかいいやつなんじゃないかなと思ってたけど。え？
マーメイドハープ、これ体中から力が抜けていく。なんだこの耳障りな音は。お、セーニャ、忌まわしき魔物よ、風の裁きを受けなさい。ギュー、あ、普通に敵じゃねえか。誰だよ仲間かもって言ったやつ。主様、皆様、今お助けいたします。わ、セーニャ帰ってきた。あ、多分これ全回復だね。やった、というか、一回で勝ててよかったな。お前もしかして。私は勇者を守る宿命を持って生まれた聖地ラムダの一族。世界が滅びようとも命に代えてもあなたをお守りいたします。主様、よくぞご無事でいてくれました。セーニャ、あなたが助けてくれたのね。ありがとう。今までどこでどうしていたの？私はあれからずっと一人で魔王に災いを苦しむ人々を助けながら聖地ラムダを目指していたんです。黄金の氷山が溶けたと聞いてやってきたら、まさかこんなところでお会いできるなんて。聖地ラムダ、そこに行けば魔王を倒す手がかり、神の乗り物について何かわかるに違いない。神の乗り物？そんなものが？そういうことでしたら聖地ラムダの長老様がご存知かもしれませんわ。主様、皆様、改めてよろしくお願いいたします。あ、なんだこれさ、自分で勝手にベロニカとセイニャ同じタイミングで仲間になるなって思い込んでたけど、セイニャ先なんだね。ベロニカ最後か、なんか意外だな、ベロニカ最後って。聖地ラムダはこの参道の先ですわ。さあ行きましょう。うん、あ、いいね、みんなマックス状態じゃん。よし、でどうしようかな、ここ早送りかカットしようか。なんかただ普通に進むだけだもんね。オッケー、来た、聖地ラムダ。ただね、道一直線だったから普通にただ進んでいっただけ。ここに、うわすげえ、めっちゃ荒れてんじゃん。ベロニカがいるはずなんだよね。結構そろそろさ、結構ストーリーも終盤まで来てんじゃない。ただオーブがね、まだ4つしかゲットしないんだよ。なんで残り2つか。なんか1個がさ、あいつ持ってそうじゃない、ホメロス。なんてひどい、あんなに美しい場所だったのに。いや、そうだな、ホメロス1個持ってんな、絶対オーブ。これ当てます。ん、人、ああ、おじいちゃんいんじゃん。ベロニカ、セーニャ、私の天使たちよ、今俺一体どこに。あれ、これ親、セーニャとベロニカの。お二人とも気を落とさんでくだされ。ベロニカとセーニャは双剣の姉妹、二人が一緒ならきっと大丈夫。セーニャ、もしかしてセーニャなの。お父様、あ、やっぱそうなんだ。お母様、ご無事だったんですね。ドラクエさん、本当に、この体型の人多いよね。ぽっちゃりしてる。セーニャ、おお、私の天使よ。よく顔を見せておくれ。なんか今、顔険しくなるのかと、睨みつけるみたいな感じ。セーニャ、ベロニカは。あ、そうか、ベロニカね。ベロニカはどうした、一緒ではなかったのか。そんな、てっきりお姉様は先にこちらに戻っているものだとばかり。ん？いえ、やはりお姉様はこの近くにいるはずです。南西の方から懐かしい気配を感じます。南西？あ、また戻る感じ？双子の勘ってやつか。この感じ、お姉様のものです。中様、行ってみましょう。どうやって南西行くんだろう。あ、こっち側から行けそうだね。うん、こっちか。あ、そう。前さ、ここ何なんだろうと思ってたんだよね。あ、ここだね。うん、ここは次回行こうか。今回ここで終わろう。はい、ということで、今回これで終わります。バイバイ。